じゃあ続いて3位、阪神タイガース、うん、今年はどうでしたか。まあ、出だしがちょっとありましたけれども、まあ、その1月31日に矢野さんが俺は辞めるって言って、もうあれでちょっと俺しらけたっすね。でも豊さんも同じことを言ってました。いやだってさ、これからキャンプ で、はい、で優勝目指してやろうって、俺は今年で辞めるって言われたら、いやだから監督のために頑張ろうとかじゃなくて、うん、そう今言わないかんのかなっていうのが僕の答えですね。まあ、そのもう本当にもうそうだとしても黙っといてほしいなと僕は思います。選手がそういう思い、まあ、そう僕はですよ、あくまでも、はい、他の選手はどう思うかは分からないですけど、僕はそう思ってましたね。だからもう、あこれはと思って4月あのスタートだったじゃないですか、はい、怖いなと思って見てたんですよ。だからまあ豊さんどうですか。いやだってあなたの指示で動くのに、辞める人の指示聞くかみたいな、でああしろこうしろって言われても、いやお前辞めるんだろうみたいな、若けりゃそうは思わないけど、中堅ベテランになってくるとえってなりますよね、やっぱり。そこはやっぱりね、ちょっと全体がギュッと慣れたかどうかっていうのは、チーム内に聞かなきゃ分からんすけど、だからまあ矢野監督もおそらく俺が辞めるっていうことで一つになるかなって逆に思ったと思うと思うんですよ。だからやっぱ熟考したと思うんだけども、うん、ちょっと裏面出たかな。そうです、矢野さんってこう人格者だし、ものすごいいい人だと思うんですけど、あそこで言うのは俺は反対だったね。うん、もしその前に相談されてたら辞めましょうって僕は言ってたと思う。そうですよね、うん、僕はね、辞めるって言うんだったらもうとにかくもうこの終盤この試合って言った時に、実は俺腹に決めてることがある、うん、お前たちと優勝をね共に味わって俺は辞めると、うん、だから一踏ん張りしてくれと、まあ、それはすっきりしますよね、伝え方として、伝える時期と伝え方としてはね、キャンプよしやるぞって言った時にえ辞めるのそうですよね、もうその話題沸騰だから選手の中で、え、なんで辞めるんだろうって。そうでしょ、確かに。やめるやめる、コーチもそうですよ。え、じゃあ俺ら辞めるや、え、どうする、俺就職も。いや大げさでもな、そう考える人いますって。そうですよね、絶対いますって。でもすでに来季じゃ誰がやるんだ、コーチなんか未来がなくなっちゃってるんだ、真っ暗だからいやで選手もじゃああの人もういなくなるのかなとか、あの人は残るのかなとか、で辞める人の言うことは聞かへんやんな。ですよね、残る人にまあ、すり寄ってくったら変ですけ ど、 いや そ、 のその辺のなんかやっぱ余計なこと考えちゃうよね。それがその前半に若干にもしかしたらゼロではないですよね。ゼロではないですよね。出たっすよ、今日3回目です、ゼロではない、3回まで許してもらいます。わかりました、もう言いません、もう言いません、はい、じゃあ前半それは抜きにして、他に前半失速した要因っていうのは何だったんですか。スタートのケラーの予定があれが壊れたのが、はい、まず大きな誤算でしょうね。大体、ね、さ、開幕の時って今年これで戦う、これはベストの布陣で臨みたいわけよ、はい、でベストの布陣が大体引けて、うん、ではい勝ってます、抑えはケラーだみたいな、はい、あれみたいなそこでもうプランが崩れたわけだ、大きくに、はい、で、まあ、次も登板したら大きく崩れてるわけでしょ。そしたらおいどうするみたいなことからもうチームがまとまらなくなるし、もう報道的にはもうやめるんだからいいだろうみたいな。やってましたね。怖いっすよ、だから。そうですよね。まあ、じゃあ一つはそのまあケラー投手の誤算あった。あとは野手でいうと、まあ、いろんな選手がいろんな守備位置を守ってありますけど、うんうん、あれはどうだったんですか。いやあれは最初のうちは阪神も守備の面では頑張ってたんだよ。はい、エラーの数も少なかったし今年はね、はい、まあ、だけどやっぱちょっと打線の組み方もそうだし、外国人が全く機能しなかったでしょ、はい、そこら辺での誤算は出たよね。それで打順やっぱ難しかったんですね、ポジションと、うん、だ佐藤輝明がサードやセカンドオープン戦やらしたりしてたじゃないですか。むちゃくちゃすれば言うたな。いやそりゃそうだよね、うん、いやだから複数ポジションをどうのこうのって一つもさきっちり守れないのに、複数ポジションを考えなきゃいけない状況を作り出したっていうのは期間にはちょっとなってないよね。外国人の影響もあったでしょうしね。あ、そうですね、うん、そのポジションが固定しないことがやっぱりその打席に入った時に影響ももちろん、まあ、もちろんそうだよね、うん、だからリズムが変わる、いやポジションと打順が変わるってことですからね、やっぱ嫌なんだと思うんですよ野手は。そうですね、でもそれはリズムが変わるもんね、野球のリズムが、うん、まあそれを矢野監督はずっとしてきたけどね、はい、うん、あえてしてきたけど、まあ、最後はああいう風にチームのバランスが崩れて、やっぱりリズムにどうしても乗れなくなったよね、うん、
でも途中で追い上げたけどね、うん、やっぱ力はあるのあるってことですよ。やっぱ6月ですよ。6月大山打ちまくったでしょ。打ちまくった、はい、あの近本と ね30試合連続ヒットがあるんだよ ねとかね。大山選手がやっぱり調子が上がってくるとチームも一緒に上がる。大山がドカンと4番に座ってホームラン結果残せば違うと思いますけどね。野手6点力、6点力っていつも言いますけどね。大山のところには不思議と回るんだよね。回るね、回るチャンスが、うん、だから大山打つかそうそう、ね、打つか打たないかなの、うん、まあ野手では大山次第と、まあ、佐藤輝明、はい、ちょっと小さくなってるんだよね、うん、ホームランが出なくなってきたよね。これは昨シーズンと比べて、まあ、昨シーズンも後半ちょっとあれでしたけど60何打席かなんか伸びたりするんですね。でもまあ多少はそういう面では成長はしてるよ、はい、だけど佐藤に求めてるのはそういう小さい猫パンチじゃなくて、うん、トラパンチだから大きい方ですね。ね、タイガース、パン、トラパンチ、うん、なんで、なんかその笑うところかなと思ったんだよ。全然笑えなかった。むしろ野村さんに合わせて笑おうかなと思ったんですけど、笑えなかったんでいいのかなと思って。いや、お前笑えよ、お前。だから、はい、そう、もうちょっと大きく育ってほしいなと思うね。ただ、今年なんか急成長した選手って野手でいますか？タイガース。はい。もう湯浅でしょ、ピッチャーだと。うん。浜田、ね、野手だと。大きく成長した。はい。あまり出てこないですか、ポイントポッと。まあ、若い選手、なかなかもう通常通りやってくれてますね。近本選手もそうです、うん、そういった意味では若い選手って野手だとちょっとピンとこないですね。はい、ちょっとまだ今熊谷選手っていうふうに、ね、スタッフからありましたけれども熊谷のファンなんですか。で豊さんの動画で熊谷の総理の話をされて、いや足っていう部分で言われて、いや足という部分ではすごい魅力的な選手ですよね。見せてくれる選手だけど、それやっぱり打つ守るっていうことが入ってくるとどうなのかなって、成長なのかな、うん、まあ、歴は取ってくれないかね。経験は積めたなっていうことは言えるけど、成長まではって言ったら熊谷に悪いんじゃないの、逆に、うん、いやこんなもんじゃないですよ、うん、確かにな。あ野手でパンと名前が出てこないっていうか、だからまあ強いて言えば佐藤は多少成長したよ、うん、率という面では、はい、三振も減りましたしね、うん、だけど求めてるものが違うっていう、うん、そうですね。でも一方で、まあね、今湯浅投手、浜地投手って出てきましたけど、投手はすごかったですよね、うん、どうでしたかご覧になっていて。良かったと思いますよ。やっぱもともとピッチャー陣がいいじゃないですか、うん、タイガースはね、はい、まあ、藤浪がいなくなるんでね。ただね、抑えはやっぱこう安定しなかったな。でも来年はやっぱ岩崎で行くでしょ。いや岩崎じゃない、湯浅にするって言って、あ、岡田監督は。なるほど。いや俺岩崎のなんていうの、あの失敗がちょっと勢いを止めたような感じがするんだよね今年、はい、だから逆に言えば前にしといてやった方が良かったのかなって。三振取れないピッチャーって苦しいよ、はい、やっぱ抑えだと、うん、自分の調子もあるだろうし、だから湯浅っていうのは三振取れるピッチャーだからね、調子悪くても。だからまあそれは適任だとは思うけど、だから開幕、うん、ケラーが失敗した、これがやっぱ全てだと思うよ。そこでもう大きく崩れたと。だってその前はスアレスっていうのも絶対的守護神がいたから、はい、だからそれとやっぱこう考えるとやっぱ開幕であれはきつかったと思うよ。きついでしょうね、地獄だったでしょうね、うん、あのやられ方は。そうですね、だからマラソンのスタートでひっくり返ったみたいな感じだから、もうそっから大変ですよね。ドンクダーってトップなのにひっくり返されてもう走れませんみたいになってるよ。そうだ、血流しながら走った状態でしたね。そうですよね、100人前に行かれてて追っていかないと、追っていかなきゃね、抜くにも前道がないみたいな、抜く道が、そうですよね、みたいな感じだったと思うよ最初はね。そこだったんですね、うん、でもよく追い上げて3位になったと思うよ。そうですよね、いや本当本当、うん、それはやっぱり近本と大山が大きいと思う、うん、今シーズンじゃ何点ぐらい出来としては阪神は、まあ、タイガースはもちろん優勝狙えるチームだったね。何位だったの。タイガースは僕5位にしたから、あ、俺としてキャンプ前のあの言葉でもうちょっときついと僕は思ったんですよ。俺もだからタイガースカープは多分5、6ぐらいにしてると思うんですよね、はい、でまあジャイアンツがねどうなんだろうと思ったんですけど、3位ぐらいなのでやっぱ悪くても来るだろうと思ったんですよ、うん、ジャイアンツ3位で、2位はもうドラゴンズ当たったんですね、うん、俺も2位ドラゴン、もう立つと話して、はい、キャンプ中に、はい、でまあ一緒に解説やってたじゃないですか。で、おい来年順位予想どうしようかっつって、うん、俺せなあかんねんっつって、そんなか、いや忖度じゃないです、タツに聞いたんです。でタツが何位になるんだって、まあ2位ぐらいに
2位やなって言うから、分かった、じゃあ俺2位にすりゃいいんだなって言って、おって言って2位にした。だから、それは今年の予想、いや、ちょっと待って、それを忖度って言うんじゃない、ね、違う。いやいや、監督の言葉をそのまま2位で。忖度、忖度、忖度だよな。ここにもいらっしゃいましたね、忖度が。じゃあそれこそ本当に村だね、忖度。そうですね、村ですね。忖度、忖度。野村野村ですからね。ただ、5位から考えれば、結局阪神は3位にはなっているので、その分、まあ、まあよくやったよね。でも65点ぐらいじゃない。あ、65点ぐらい、うんうん。まあ、そういうことなんです ね。さあ、3位の西武ライオンズです。今シーズン点だったですね、手前点が取れんかった、それは逆になってるんですよね、ここ2年でピッチャーピッチャーピッチャーって言ったのが、今年ピッチャーがめちゃくちゃ頑張ったんで、セットアッパー抑えも含めて、はい、今度打てなくなっちゃったんですよ。それ特にチーム全体ですか、それともやっぱここの選手ってことになってくるんですか、ね、やっぱ外崎もやっぱあんな選手じゃないよね、もうちょっと率を残してもう少しホームランが打てる選手だし、源田もね、まあ源田も数字的にはちょっと低いよね、打てるはずです、打てるはずです。あとはやっぱりおかわり君と栗山がやっぱ年齢的にちょっとしんどくなってきてるしね、だからそこら辺で世代交代をしていかなきゃいけないんだけども、辻監督チャンスを与えるんだけど、なんかこう物足りないんだよね、若手が続かないというかさ、使った時はいいけどもみたいな、ちょっと小粒に感じるんですよね、若い選手が全体的に、スピードのある選手は感じるんだけど、ちょっと小粒に感じますよね。だからまあ、愛斗がね、うん、あの長く持ってたバットを短く持って食らいついていくようになったけど、まあ、ああいう選手が増えてくると西武の形が変わってくるかなっていう、うん、だからもうみんながブリブリ振るからさ、みんなつられてブリブリ振るからお前はブリブリ振ったらあかんやろうよ、選手何でブリブリ振ってんねんて、まあ、山川が振ってんなら分かるんですよ、はい、お前山川ちゃうやろ言って、そういうことです。森でもブリブリ振るけどさ、ツーストライク後は変えるから、ね、コンパクトに打ちに行くから、そうですね、うん、だからそれを見てないで分かったらブリ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 振るから、はい、だからおかしくなるんだよ、三振気にしませんって、いや気にしろってお前はそうだ、気にしていい選手と気にしなくていい選手いますからね、そうですよね。だからまあ松井監督になって、はい、まあ、ちょっと野球も変わってくるだろうしね、うん、まあ、そこら辺はね、うん、もっとこう走塁だったりっていうところ力入れるかもしれないし、まあ、そうだね、で走塁ができる選手ってやっぱりそんなホームラン打てる選手じゃないから、はい、まあ、バッティングに関しても逆方向だったりエンドランだったりっていうのはやっぱ絡みが増えてくる可能性ありますよね、うん、あとねやっぱ誤算だったのは隅田だよ、あのドラフトで取った時の辻監督、もう今年一番の満面の笑みを浮かべて、もう西武のスタートがね、ちょっとあいつスタートで勝ったんだよ、勝ってその後いいピッチングしたら勝てなかったでしょ、あれ、 あれ勝ってりゃもう違ったと思う、ピッチャー心理どうなんですか、またルーキーだから、はい、やっぱね苦しかったと思うよ、それは経験があるピッチャーが、まあ、例えばね山本だったりオリックスのあの辺がああいう風になっても我慢できるはずなんですよ、はい、そうじゃないかな、もうルーキーですからね、それはやっぱこうきつかったと思うよ、でもさ実際プロで投げてる姿見てどう、だから途中からやっぱ変わりましたよ、おかしくなったよ、ね、うん、おかしくなった、え、どうおかしくなっていったの、要するにね点やっちゃいけない、うん、あそこに投げなきゃいけないってなっちゃうとやっぱ小さく見える、全く変わってしまった、うん、投げてるボールがじゃあ特別スピードが落ちたとかそういうことではなくて、はい、スタイルが違ってるように見えるんですよ、開幕の頃は変わりましたから掘ってるんだけど、まあ、ちょっと変わってきたなって、怖さ知ったなっていう、それで、後半中継ぎで入ってきたの、あれどう、僕は反対ですね、やっぱ先発を使って、 やってほしかった、佐藤もそうです、まあそうだ、うん、まあ、佐藤なんか優しそうな顔してるじゃないですか、育ちの良さそうなね僕と一緒であれサングラスに帰ろみたいなお前何何つったのだから先発の方が合ってると思うんですよ、育ちが良さそうな、でもね、この2人、この2人で最低15は見込んでたと思う、僕も、あ、僕も15はいけると思ってた、それは大誤算になってしまう、大誤算だよ、それはやっぱバッターの影響もあるよ、はい、バッターにも責任はあると思うんですよ、まあ、特に隅田に関しては、はい、援護してやれなかったっていうね、うん、ただ15は僕いけると思ってます、これちょっとさっき戻るんですけど、辻監督がその中継ぎ出てきた時に途中から使ったっていうのは、これ先発に戻さないで中継ぎでっていうのはどうしてそこ中継ぎにしたんですか、やっぱ気分転換とかいろんなことを考えたんじゃないの、だから当初僕あの右の3人高橋光、うん、で今井で松本で、はい、僕35と思って、
おお、はい。で左2人で50って思ったんですよ。はい。絶対2以上いくなと思ったんですよ。俺優勝してたの。そうですよね。うん、そうだったの。そう計算したんですよ。ががですよ。右ピッチャーもみんな頑張りましたよ。はい。前がもうちょっとやらないかんけど。ちょっと出遅れたもんな。うん、やらないかんすけど。できると思ったんですよ。そこのピッチャーの、まあ、大吾さんね、勝てると見込んでたら投手は勝てなかった。あとは野手が点を援護してあげられなかったっていう。まあ、とにかく打てなかったな、うん、打てないのとプラスそういう影響で足も使えなかったっていう。そうですね、うん、で山川が打ったら勝てる、打たなかったら負けるみたいな、うん、まあ単純だったよね。でもそうじゃしょうがないんでね。で2階の人のやられてるでしょ。はい、ここはね、それ2階の人のやられたチームは優勝できんて。そうですね、やっぱそれだけ打てないっていうことだもんな。そういうことですね。それでも同じ2敗じゃないと思う。大きい差なんですね、ここは。とはいえ、オリックスもやられてるからね。佐々木朗希にもやられて。いや、あれはやられるわ。あれはちょっと異常でした。あれはすごかったもん。13者連続三振、プロが食らう。いや僕ね、パーフェクトよりも13連続三振のすごいと思う。いや、すごかった。まあ、これ、まあ、ロッテの話だからやめよう。まあ、じゃあ、西武は今シーズン点数をつけると、何点でしたか。まあ、ピッチャーはそこそこ頑張ったと思うんだよね。ピッチャーは僕ね、やっぱ80点、90点やっていいと思うんですよ。素晴らしい。先発も中継ぎも抑えも含めて、うん、攻撃陣ですよね、うん、先発80、90で攻撃陣が僕3、40点しかないんで、うん、トータルでいくとどうなんだっていうね、50点ぐらい、50、60点でしょうね、はい、っていうことなんですね、うん、4位